はい、こんにちは。今日は確認テスト1ということでやっていきましょう。こちらです。演習1です。次の「あ」から「え」のうち誤っているものを1つ選び、記号で答えよということです。見ていきましょう。まず「あ」です。相対質量とは炭素原子 12C1 個の質量を12とし、これを基準として原子の質量を表したものである。これは OK ですよね。言葉いっぱい出てきますが、しっかりと定義確認しておきましょう。いいです。原子量とは元素における各同位体の相対質量に存在比をかけて求めた平均値である。これも OK ですよね。イメージは平均体重でしたから大丈夫ですか。うです。分子量とは分子に含まれる原子の個数の総和である。ちょっと待ってくださいよ。個数じゃないですよね。分子量ですよ、言ってるのは。分子に含まれる原子の原子量の総和でしたよね。しっかりと言葉を覚えておいてください。では絵です。式量とは組成式やイオン式に含まれる原子の原子量の総和である。これも OK ですよね。ということで今回の誤っているもの一つというのは「う」ということになります。さあ、あともう一つ気をつけてほしいのは分子量と式量の意味の違いですよね。しっかりとこの部分も問われたりしますから、ちゃんと確認しておきましょう。さあ、続きまして演習にやっていきましょう。塩素は天然において 35Cl と 37Cl の2種類の同位体が存在し、原子量は 35.5 である。これについて次の問いに答えよということです。やっていきましょう。1番目です。塩素分子は何種類存在するか答えよということですね。これは書いてみた方が分かりますよ。まずは35同士でくっついている場合、続きまして1個ずつの場合がありますね。35と37、そしてもう1個37同士があります。さあ、これで答えは3種類となります。3種類が答えです。ところが4種類って間違えて答えた方いらっしゃいませんか。それは多分これが原因です。この部分ですよね。さあ、これって同じですよね。だってこれをくるってやったらですよね、重なっちゃいますよね。そうなんです。これをよく間違えてカウントする方がいらっしゃいます。これは今回はいりませんよ。だってこれと一緒ですから。ということでこういうミスもしっかり気をつけておきましょう。さあ、続きまして括弧2です。こちらですね。質量数37の塩素原子の存在比は何%か整数で答えよということです。まずこちら、この Cl の37ですね。こちらの存在比を X% と置いときましょう。さあ、ここで 0%100% はまずありえないですよね。だって 35.5 としてずれているわけですから、ここは端折っていきましょう。さあ、あとはこちら 35Cl の存在比、これは簡単ですよね。 X% と置いたということは 100-X ですよね。ということでこれより平均体重のイメージの式ですよね。37が x% いて、35が 100-x% いるわけですから、37×100 分の x、 これプラス35×100 分の 100x、 こちらの E 平均体重のイメージでしたよね。これが原子量 35.5 になるんですよね。ということでこうなりました。さあ、あとは式をこちらを整理するだけですけど、このようになりますね。さあ、3500こっちからやると50だけ残りますよね。そしてこちら 2x になりますから、x イコール25が出まして、答えはパーセント聞かれてます。整数で答えですから、25% が答えとなります。さあ、いかがだったでしょうか。しっかりと原子量の意味、もし間違えたんだったらもう一回確認しておきましょう。